これもここにタイヤがついてるんですよね、この除雪も。そうなんですけどね。どういう意味だかよくわかんないんだけど。これも北海道から来たやつ。そうですね。え、これ何のエンジンがついてるんですか、これ。川崎ですね。川崎だ。川崎だっけ、一昨年のあの、豪雪の時に買ったやつ。買ったはいいけど、除雪忙しくて鳥さんも行けるっていう。使えちゃうんですか、これ。あ、もう、ツーシーズン、ケイちゃん家で、試運転してもらって、氷でも何でもバリバリ食ってくって言ってましたよ。俺よく知らないんですけど、これ道路は削っちゃわないんでしょ。ああ、先に、うん、先にこっちが継ぐから道路まだ行かないはずです。こう継ぐもんね、うん、ただそこがそれ以上削れるとアスファルトまで、うん、こんだけチップつけちゃってるから削れると思いますね。いやー、今年はな、どんくらい降るんだかな。そうだね、振らなきゃ振らなくてもいいんだけど。こっちでチョークだっけ、こっちでチョークだっこの辺でこれ活躍するぐらいになっちゃったら本当大惨事だな。北海道大臣だったら結構飛ぶんだけどね、うん、こっちの湿り雪で何もくれ飛ぶか、うん、そうそうそう、本当全部いいやつだもんな、うん、これだってこのちゃんとした製品なんです。そうっすね、とんでもよっぽど何年 ?50 年代昭和の、うん、50年代なのかな。新しくても多分40年代まで古くないと思うんで、これとだからあっちのやつが大体同年代、うん、同じメーカーで、ただあっちは全部上下も機械式ネジ式のダルマジャッキ下さついてて、それにハンドル繋がってるだけなんですけど、うん、
だから上げるのに、え、バックするたんびにハンドル何十回っつったっけかな、20回とか30回回さないとあのうがねっつってましたっけよ。それからするとハイテクですからね。ハイテク本当だよね、油圧ポンプがついてるんだから。よく考えたなと思って、なんだこれと思ったら本当だ、タンク物入れ。ああ本当だ、いやこれは考えたなと思って、なんでこのボトルに2つ口ついてんだろうと思って。自家製だ。何入れたか分かんないけど、プラグレンチとか入れてたんですかね。なんか住宅街の家でこれ持ってたらしいですよ。出したバイク屋さんの話で、なんか住宅街のなんか人がずっと使ってたやつなのかなと思って。軽自動車ぐらいありますもんね、面積的に。ありますね。そうか、重さも軽自動車と変わりないですよ。だって1トンちょっとあるみたいなんで。へー、1トンあるのこれ。だから軽トラでは絶対乗らなくはないけど、軽トラでは絶対来ないでくださいって。なんか積むなんか道具もないからユニックで来いっていう話で。